ハレルヤアメン、ハレルヤ、こんばんは。ハレルヤ、ハレルヤ、こんばんは。ヒカルさん、ハレルヤ、ヒカルさん、ハレルヤ。吉原さん、こんばんは。サマさん、こんばんは。あやっぺさん、ハレルヤ。太郎さん、タイトル採用ありがとう。はい、今日のタイトルはですね、太郎さんからの、タイトルですね。太郎さんのタイトル、リクエストですね。こんばんは、こんばんは、ハレルヤ、ハレルヤ。ゆりさん、ハレルヤ、こんばんは、ハレルヤ、ハレルヤ。7時に戻してほしい。ごめんなさい、もうちょっとね、9時に変わったばかりのなので、もうちょっと9時、なぜ9時になったかというとですね、まあ9時の方が来れる方が多いということですね。7時よりも9時の方が、仕事がある方は来やすいということで。そういうわけで、しばらく9時でやりたいと思いますね。9時でいいよ。はい。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。あやぺさん、7時は火事でバタバタしちゃう時間帯。9時に寝たい。9時に寝るのはちょっと早すぎるんじゃないでしょうか。うん、姉が3時間放送してほしいと言ってます。3時間。5年、6年ぐらい前はですね、3時間やって、たこともありますね。あ、ちょっとごめんなさい、電話ちょっとすみません。もしもし、はい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 、ああ、そうですか。じゃあ今晩置いとくということですね。車置いとくということ。はいはい、ああ、そこに置いとくの。車の席ですね。車の席の上に鍵を置いとくんですね。はい、わかりました。じゃあドアも鍵閉めないでってことですね。はい、わかりました。じゃあ押し通しときます。はい。はい、すいません。はいはい、どうも。はい。ごめんなさい。ですね、まあ、チャーリーからですね。チャーリーですね。はい。すいません。まあ、ちょっと大事な、普通はね、電話出ないんです。でもちょっと今大事な電話だったので申し訳ないですけど、ちょっと電話出ました。はい、すいません。はい、ストッキングさん、こんばんは。ストッキングさん、こんばんは。そうですね。何を話しましょうか。今ですね、ジタさん、アメン。ジタさん、お帰りなさい。もう着いたんでしょうか。早いですね。今、小野さんから電話がある予定なんですね。小野さんから今スカイプがあってですね、証があるということで、今電話があります。ダイさん、ハレルヤ、こんばんは。あ、来ましたね。じゃあちょっと早速出ましょう。ダイさん、ハレルヤ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。どうもご苦労様でした。お疲れ様でした。日曜日、月曜日、本当ありがとうございます。はい、はい、こちらこそね。大変でした、はい、遠くまでね。まだLTL の余韻が残ってますね。余韻が残ってますか？油注ぎの余韻が残ってますか？なんか、まだ、自分の家なんですけど、まだ東京にいるような。アメン、アメン。気がしてですね、本当に。カルチャーショックじゃないですか、カルチャーショックで。いや、なんか、
あの今本当帰ってるんですけど、はい、でもなんか自分の家なんだけど自分の家じゃないような、本当あの、うん、キューちゃん牧師や LTA の教会員と交わって本当に感謝してます、うん、楽しかったでしょ。楽しかったです ね神の家族って素晴らしいと思いませんか。そうですね、ねえ、まあ、僕もキューちゃん牧師交わりで僕もちゃんと言いましたからですね、はい、やっぱりやっぱり良き交わりができてよかったなと思います、ね、うん、そうですね。あの時キューちゃん牧師がなんか教会にどうぞって言いかけた時もあったと思うんですが、僕教会に泊まりって基本嫌、うん、だったんですよね。うん、だから教会で寝泊まりっていうのは僕はちょっと考えたんですよね。で第三は、まあ、前日お世話になったもの で第三にはまあ、再びまたっていうふうにこう、ことはできないから、それで僕まあ、新宿まで行ってちゃんとキューちゃん牧師がいて新百合ヶ丘に乗り換えて、で行きました。ちゃんと着きましたね。ね、教会では寝泊まりできるところもあるんですけどね、まあ、私のところも以前ちょっとそういうこともあったんですけど、今ちょっと現在はですね、宿泊ができないもんで申し訳なかったですね。いやいや、僕は基本的に教会に泊まるってことは考えてなかったので、ね、ああそうですか。本当に良かったですね。改めて思い知らされたのが、はい、まあ、キューちゃん牧師が、まあ、カルトとか偽だったら、逆にじゃあ全てのプロテスタント教会がそのようになった、なるんじゃないかなって思いますね。全てのプロテスタント教会がですね、だから本当にキューちゃん牧師と交わってて、本当交わりっていうのは礼拝に出ることが最初でしたから、本当に良かったです。で、やはり伊藤さんが来てくれなかったら、本当に感謝ですね。伊藤さんに感謝してます。そうですね。その事故が、事故があって普通でしたからね。そうでした。小田急線以外の行き方はちょっと難しいでしょうから、それも神様が設定してくれたんだと思いますね。本当月曜日の放送では皆さんちょっとあれだったら疲れてたから、僕あんな目になってたんですよね、もう相当疲れてたからですね。だけどこう良き放送ができたかなと思ったんですね。でやはりキューちゃん牧師とやっぱ一対一になった時にどうかって言ったら、今のキューちゃん牧師放送そのまんまでした。そのまんま、そのまんま、このまんま、違いがあまりない、違いがあまりなくて、違いがないっていうよりも、いろんな誤報が入る中で、キューちゃん牧師は一対一になったら怖いっていうふうな話があったんですよね。でも、まあ、実際一対一になった時に、キューちゃん牧師どうだったかって普通だったんですよ、全く。で、やはり何かって言ったらキューちゃん牧師と交わりは大切なんじゃないかなって。もうキューちゃん牧師にもう質問があったら直接行って行った方がいいんじゃないのかなって思いましたね。本当はメッセージなんかでもキューちゃん牧師はすごく熱く語ってたんですよね。リアルの方が油すぎ強いでしょっていうか、そうですね、ネットよりもこうインパクト強いんじゃないですか。そうですね、ネットだけだとなんか、まあ伝わってくるんですけど、実際そのエネルギーのあれが伝わってこない部分があるんですよね、ネットだと。ネットだと半減しちゃうっていう感じ、リアルの方がドーンとくる感じ。そうです、で、すごいのが立東さんだったんですよ。立東さんは本当僕のためにわざわざ新宿まで来てくださって、準備してくれなかったんですよ。準備しない、メッセージの準備しないまましたということね。でも実際に
伊藤さんはその中でも一生懸命、うん、まあメッセージしてたし、うん、大さんもあのちゃんとメッセージを してたって言ったんですよね。で、あと和の子さんとか、うん、あやっぺさんとかも、うん、本当は良き交わりだなと思いましたね。で正直言って、あの新宿駅 のネットカフェ泊まってたんですけども、うん、最初はなんか自分で疲れの方がもう最優先だったんですけど、途中からなんか、うん、だんだんと帰る時間が近づくなんて、なんかすごい寂しさがあったんですよ、うん、ああ帰るのが寂しく寂しく、だけどやっぱ僕自分で行く教会がることも考えると、まあ、福岡にももう一つは家族がいますから、うん、だからやっぱそこにやっぱ戻らなきゃいけないって、うん、だから本当にあの AKN なんか新たにもう一つの家族ができたかなって思いましたね。アメン、アメン。本当にあの感謝してます。だからやっぱこう他のリスナーさんに言いたいのが、やっぱ実際キューちゃんボックスに会ってみた方がいいと思うんですよね。本当に会ってみた方がいいと思うんですよ。会ってみて本当にそうなのか、本当はあの良き交わりでしたね。え本当にあの、兄弟姉妹の交わりね、それが神の国なんですよね。神の国、あの、本当にあのなんか、ますます今までキューちゃん牧師に、がなんかだんだん近づいてきたかな僕の前。ああアメン、あのだから、僕がやっぱ、のようにキューちゃん牧師とやっぱりこう、まず会ってみた方がいいんじゃないかなって、そしたらあのキューちゃん牧師という牧師がまた教会がちゃんと見えてくるんじゃないかって、あの本当あの最高記録なんですよ、エリテールに9時までいたっていうのが。ああ朝から9時までいたという。ええまあまるまるね、半日いるとかなり油すぎ受けますから、朝から夜まで教会にいるとね、やっぱり、油すぎを本当にこう強く受けますよ。はい、だからあのリスナー皆さんにもこう思ったのが、キューちゃん牧師は、プロテスタントの牧師なんですよね、ちゃんとした。だからあのもしキューちゃん牧師が偽とかインチキであるならば、それが跳ね返ってきて、あの全てプロテスタント教会がもう偽だのインチキだのってなってくるんですよね。だからキューちゃん牧師もちゃんと牧師会にも出席されてますし、ちゃんとあのやってるからですね。だからキューちゃん牧師をちゃんとしたあの一人の牧師として見てほしいんですよね。あのいやこれはあの僕の目から見てそういうね、僕も、まあ、キューちゃん牧師よりは社会派福音派の人間が言うからですね。だからあのキューちゃん牧師はまずあの僕はいいと思うんですよ。本当にあのでも感謝してます。はい本当に良かったですね。あのまあ第三には感謝ですし、特に伊藤さんも感謝してます。あの本当、ね、いや最初伊藤さんのとキューちゃんボックス第三には僕の顔写真送ってなかったんですよ。でも伊藤さんこびてあれって思った瞬間、え伊藤さんって思ってですね、それで良かったです。だから本当にあの ATL っていうのはプロテスタントの教会なんだなって本当に思いました。本当ありがとうございました。はい、本当に遠いところご苦労様でした。あ、大さんどうもありがとうございました。じゃあキューちゃん、あの僕と放送頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、それじゃあ、はい、はい、シャロン、失礼します。はい、シャロン、シャロン。はい、よかったですね。やはり、ローマ書12章にはですね、ローマ書12章には、もてなしなさいっていう命令があるんですね。ですから、
旅人をもてなすということで、特にまあ兄弟姉妹ならなおさらですよね。私たちはもてなすということも命令があるんだという、どこかというとローマ12のですね、どこでしょうか、あ、12の13ですね、ローマ12の13に、生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい、生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい、もてなしなさい、まあ、これは初代教会の時もですね、まあこうね、人が来たり、それから兄弟姉妹が来たりして、旅人として来るわけですね、そういう兄弟姉妹をもてなしなさいという命令ですね。ホスピタリティと言いますが、クリスチャンはもてなすということがとても大事なことでもありますね。もてなすという、はい、まあ愛し合うということの一つですね。私たちは兄弟姉妹が愛し合うわけですが、その中の一つがもてなすということですね。はい、それじゃあ早速ですね、タイトルいきたいと思います。今日のタイトルは、太郎さんがくれたタイトルですが、昨日の中絶と、関係があることですね。その中絶の一つの きっかけが、不倫婚というのは結婚外の、まあ、男女関係、または、浮気みたいなのも、まあ、不倫婚と言えるでしょう。夫婦以外の関係、これが、まあ、不倫婚ということなんですが、その不倫婚の結果中絶してしまうということですね。で、この不倫婚をしてはいけないというのは聖書の大事な命令なんですね。聖書の大事な命令、まあ、10回もありますけど、聖書ではその不倫婚をことさらに禁じています。それは理由があるんですが、ちょっとこのところ読んでみますね。使徒行伝15-29ですね。使徒行伝15-29。すなわち、29見てくださいね。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不倫婚とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。つまり旧約ではいろいろあれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、たくさんまあ戒めがあるんです。でも新約に入ってですね、ペテロたちが異邦人のクリスチャンにまあしてはいけないことが、偶像に備えたもの、血と締め殺したものと不倫婚を避ける、偶像に備えたもの、血締め殺したものと不倫婚とを避ける、1、2、3、4、4つですよね。この4つを避けなさいと、それがまあユダヤ人はね、いろいろあるわけです。ユダヤ人の人たちはいろんな戒めがあるんですが、異邦人のクリスチャンにね、まあ、禁じられているのはこの4つだということですね。この4つ、まあ、偶像崇拝に備えられたもの、血、それから首を絞めたもの、それから不倫婚。この不倫婚を避けなさいというのがとてもキリスト教と言ったらいいでしょうか。クリスチャンが気をつけなきゃいけないのは偶像崇拝と不倫婚と言ってもいいのかな。偶像崇拝と不倫婚、これを非常にですね、気をつけます。偶像崇拝と不倫婚で、神様に対する罪というものの、まあ、凝縮しているものが、まあ、この2つと言ってもいいでしょう。神様に対する罪というもの、ね、もちろんいろいろありますよ。盗む、嘘をつく、ね、それから欲しがるとか、親に逆らうとか、まあ、いろいろ罪というものがたくさんあります。傲慢とか、ね、それから憎しみとか争いとか、いろんな罪がありますが、
しかしこの、大きく分けてその偶像崇拝の罪と不信仰の罪が、まあ大きな罪と言ったらいいでしょうか。大きな罪ですね。それで、そのじゃあなぜ不信仰がいけないかということですね。なぜ不信仰はいけないか。じゃちょっとまあ皆さんに聞いてみましょうね。今までいろいろ言ってきましたから皆さんよく知ってると思いますので、皆さんまずあの勉強する、学ぶというのはまず考える必要がありますから、皆さんがまず考えましょう。はい、なぜ皆さん不信仰っていけないんですか。不信仰というのは夫婦以外の男女関係ですね。夫婦以外の男女関係がなぜいけないんでしょうか。はい、答えてください。まあこれ英語だとあのセクシャルイモラリティって言って性的不道徳ということでもあるんです。性的不道徳。はい、なぜ性的不道徳がいけないんですか。汚いから、幻想だから、奥さんが嫉妬するから。男女はキリストと教会を表すから、ピンポン。そうですね、男女というのは、夫婦というのはキリストと教会を表す。ゲームももちろんあの禁止されてるんですね。 神に背く行為。吉原さん、サタンの誘惑と考えるから。不信仰は神様の戒めに逆らうから。性生活は神様がくれた夫婦のための恵みだから。そうですね、そうですね。真実の愛でないから。アメン。愛がないから。愛がない。はい、意外と難しいと思いますね。意外と難しい。なぜ不信仰はいけないのか、意外と難しいですね。結婚してないというと父母を離れ一体となっていないから、別れられるから。はい、じゃあ早速ですね、まあ聖書からちょっと学びたいと思いますね。なぜ不信仰はいけないのか。そうですね、どこだったかな。ここからいきましょうか。第一コリント6の13からいきましょうね。第一コリント6の13から13。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不信仰のためではあるのではなく、死のためであり、死は体のためです。神は死をよみがえらせましたが、その道からによって私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不信仰を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不信仰を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。いくつかのポイントがあるんですが、まずですね、体は不信仰のためにあるのではなく死のためであるということですね。私たちの体は不信仰のための体ではない。私たちの体、肉体の体ね、
この私たちの体は不貧困のためではないと書いてありますね。何のためかというと、主のためだという、主のため、私たちの体は主のためだ。で、最後にこう書いてありますよね。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。皆さんの体を持って神の栄光を表すのですね。神の栄光を表す私たちの体で、私たちの体は神の栄光を表すものだということです。そして私たちの体は私たちのうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であって、私たちのものではない。特に兄弟姉妹ですね、兄弟姉妹の体の中には聖霊様がいらっしゃいます。つまり聖霊の宮というのは、聖霊が住んでる神殿ね、神様が、神の神殿なんです。皆さん、人間の体、そして、特にクリスチャンの体は、神の神殿、神がおられる建物と言いましょうか。宮なんです。神殿なんです。そして私たちの体は、イエス様によって買い取られた。十字架によって買い取られた体だということです。私たちは、まあ以前は、悪魔に乗っ取られて悪魔が住んでいたんです。性欲で信仰される方は、以前は私たちの中に悪魔がいて、私たちの体は悪魔に乗っ取られていた。悪魔が私たちの体を、まあ人間ジャックされてたんです。人間ジャック、ハイジャックじゃない、悪魔が私たちをハイジャックしてた。人間ジャックされてね。で、しかしイエス様が十字架によって買い取ってくれて、十字架の代価というのはイエス様の血ですね。イエス様の血によって私たちを買い取ってくれた、あがってくれた、買い取ってくれた。悪魔を追い出しイエス様が住んでくれた。私たちはね、悪魔の宮から神の宮、神の神殿になって、もはや私たちの体は、自分のものではなくてイエス様のものなんです。イエスキリストを信じる人たちの、クリスチャンの体はイエス様のものです。だから私たちは自分のものではないのです。自分のものではなくてイエス様のものであり、そしてここにあるように、あなた方の体はキリストの体の一部である。わお、私たちの体はイエス・キリストの体の一部なんです。なぜかというと、クリスチャンが集まってね、クリスチャンが集まるところは教会です。教会はキリストの体です。つまりクリスチャンは一人一人がキリストの体の一部なのです。キリストの体の一部なんです。そして私たちがもし友女と交われば、ね、友女と交われば一つ体になることを知らないのですか。ですから私たちはその神の宮を汚すことになるんだということですね。不貧困を避けるのは、その私たちの体を、まあ友情の体として汚してしまうんだということですね。それは体に対して罪を犯す。不貧困というのは、その体、罪という普通罪はですね、体の外のものですが、不貧困は自分の体に対して罪を犯す。つまり、不貧困というのは、
イエス様の体である自分の体に栄光を返さないで怪我してしまうんだということですね。私たちの体はキリストのものであり、キリストの栄光を表すものです。ですから清く保つ必要があるんです。夫婦だけが神様の栄光を表します。本来は、ね、性というのは本来は清いものであり、良いものなんです。性というものは決して本来は汚れているものじゃなくて清いものです。そしてそのキリストと教会を表すのです。そしてそのキリストと教会の関係を表しているのが夫婦です。特にその信仰結婚による夫婦、その信仰結婚による夫婦がそれが本来の清い性なんです。キリストと教会を表します。ですから私たちは、その神の栄光を表すために自分の体を清く保つ必要があるのです。しかし私たちは本当に、このそういう性的に弱いものですね、性的に弱いものです。なぜ多くの人は不信仰してしまうのでしょうか。それはまず、信仰がないためにそのことを知らない、ね、その純潔を知らず、その性というものは、清く保たなきゃいけないということを知らないために、その自分の清く保たなければならないものを、この不用意に汚してしまうということですね。そして、そういう情欲によって自分の体を汚してしまうということですね。そしてその結果、悪霊と関わり悪霊が入ってきてしまう。つまりその不信仰をすることによって、悪魔の支配をまた受けてしまうということですね。イエス・キリストによって、罪がその許されて清くなりますけれども、しかし不信仰することによってまた悪霊と関わって、またそうですね悪霊が入りますね。そして、いろいろな問題になります。多くの人たちは欲望でいきます。つまり、クリスチャンは信仰で歩み、霊的なものを求めて歩みます。そうすることによって性欲とか、いろんな欲望をコントロールすることができます。油注ぎを受けると欲望をコントロールできるのです。性欲をコントロールします。つまり、信仰で歩む、霊的に歩むということです。ところが信仰がなければ人間は弱いのです。信仰がなければ結局人間は欲望に生きるのです。つまり多くの人が性欲の虜であるというのは、まあ、性欲だけじゃないかもしれません。食欲とか金銭欲とか権力欲とかいろんな欲望があります。でも多くの人は性欲に支配されています。なぜ性欲に支配されているかというと、それしかないんです。欲望しかないんです、ね。人間は、ね、この不信仰によって生きているならば、もうそのような欲望しかない、性欲しかないんです。だからその建前としてそんな私はな性欲にはまってませんとか、性欲なんか私はね、あの性欲の奴隷ではないと口では言ってても、本音は違うのです。本音はですね、人間はですね、欲望の虜なんです。欲望の虜で性欲の奴隷なんです。これが聖書の言っている罪人なんです。罪人というのは欲望の奴隷であり、罪の奴隷であり、結局のところ本音はですね、お金だったり性欲だったり
欲なんです。人間の本質は欲なんです。口でいくらいいこと言っても、口でいくらいいこと言っても、綺麗事言っても、人間の本質は欲なんです。だからそこで私たちクリスチャンはですね、そのクリスチャンは自分の罪を認めて、その欲望のね、虜である自分というものを本当に悔いて、イエス様に助けてください、私は罪の奴隷です、欲望の奴隷です、お金の奴隷です、性の奴隷です、イエス様助けてください、これがキリスト教ですね、これがキリスト教です。そしてイエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、初めて欲望を断ち切ってくれるのです。欲望に勝利することができるのです。欲望をコントロールすることができるのです。自由になるのです。奴隷から自由になるのです。欲望という奴隷から自由になるのです。欲望という束縛から自由になるのです。十字架の力だけが欲望から自由にするのです。欲望の鎖を断ち切ってくれるのです。もうその偽善的に生きることはないのです。もう嘘をついて、私はそんな欲望の虜ではありませんと嘘をつかなくても、十字架の力で本当に解放してくれるのです。そういうわけで、皆さん、本当に、素直に、ね、欲望から解放されたい、素直に、ね、性欲から解放されたい、食欲から解放されたい、金銭欲から解放されたい人は、イエスキリストを信じることによって、イエスキリストを信じることによって、油注ぎを受けることによって、本当に解放されることができるのです。そして、聖書が言ってるように、不信仰を避けることが初めてできるのです。不信仰を、ね、避けることができるのです。そして自分を、心も体も清く保つことによって、心も体も清く保つことによって、本当に、いろんな問題から問題がなくなっていくのです。悪霊が出ていくのです。悪霊が出てって、解放されるのです。戦いもあります。クリスチャンは本当にサタンが誘惑してきます。欲に誘惑してきますから、クリスチャンになっても罪を犯すことがあります。しかし、その度に悔い改めて、イエス様助けてください。イエス様助けてください。罪を犯しました。イエス様助けてくださいと。そのように、本当にイエス様に助けを求めるならば、イエス様が本当に、助けてくれます。ですから、性欲まみれの私を救ってください。そうなんです。イエス様にそのように祈ればいいのです。そうすれば、欲望から解放されるのです。今ね、そういう、その、性犯罪が多いじゃないですか。性犯罪が多い。ね、なんかニュースで性犯罪があるとですね、多くの人は、なんか性犯罪する人だけが、その、性犯罪で、性的な犯罪を持ってると思いますでしょ？そうじゃないんですよ。聖書ではそうじゃないんです。聖書では人間全員ですよ。人間全員が欲望の虜なんです。人間はダメなものです。誰もですね、偽善になることはできないんです。聖書っていうのはみんな罪人だと書いてあるんです。私も含めて人間はみんな罪人で、みんなね、そのような欲の虜なんです。強欲の虜なんです。だから、誰も逃げることはできないんです。私は罪がないなんていう人は、もうその人はもう嘘ついてるんです。そんなことはありません。みんな、
もう欲まみれなんです。欲まみれね、もう綺麗事を言えないんです。誰も綺麗事を言えません。でも正直に、正直に私は欲まみれです、欲まみれですっていうふうに正直になった時にイエス様が、清めてくれるんです。イエス様が本当に清めてくれるのです。ですからぜひ皆さん、欲から、解放されましょう。自分の力ではできません、自分の力ではできません。イエス様が欲から解放してくれるのです。欲があると、そのように誘惑されて悪いことをしてしまうのです。欲があることによって人間は悪いことをするのですね。欲から解放されることによって初めて、欲から解放されることによって初めて正しく生きることができるのです。正しく生きるためには欲に打ち勝たなければなりません。それは、座禅したり修行したり、そういうことで打ち勝つのではなくて、十字架の力です。十字架の力です。イエス様の力、イエス様の力で初めて欲に打ち勝つことができます。それではですね、時間なくなってきちゃいましたね。ちょっと急ぎましょう。次は英語ですね。英語、この下のとこですね。24 For whoever want to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Will lose it, but whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? これはですね、どういう訳かというと、誰でも自分の命を救おうと思う者はそれを失い、しかし私と、そうじゃない、ごめんなさい、誰でも命を失う者は、私のために命を失う者は命を得るのです。もし全世界を得たとしてもね、命を損じたり剥奪されたりするならば何の良いところがありましょう。誰でも命を得ようとする者は失い、誰でも私のために命を失う者は命を得るのです。全世界を得ても、命を損じたり剥奪されたら何の良いところがありましょうかということですね。これどういうことかというと、結局ですね、ビル・ゲイツのようにもう大金持ちになったとしてもね、命がなかったら何の意味もないんだということですね。命がなかったら何の意味もない。つまり私たちは自分の命を得ようとする、つまり肉的な命を得ようとしてもですね、もう死んだらおしまいだということですね。死んだらおしまい。しかし、もし私たちがイエス様のために命を失うなら、つまりイエス様のために生きるなら、イエス様を信じてイエス様のために生きるならば永遠の命を受けるということですね。全世界もう大金持ちになっても永遠の命がなかったら意味がないんだよということですね。イエス様のために生きて初めて、イエス様のために生きて初めて永遠の命がある、永遠に生きることができるんだよということです。ですから皆さん、自分のために生きるのをやめてイエス様のために生きましょう。イエス様のために生きるならば命を得るのです。永遠の命を受けるのです。永遠の命を受けるんですね。はい、
それではですね、アカシタイム行きましょうね。はい、今日はですね、私はおひんこを申しません。アメン。私たちの体は私たちのものではなく、イエス・キリストのものです。十字架によってあがなわれ、私たちの体はキリストのものであり、キリストの体の一部です。私たちはキリストの花嫁の一部です。キリストの体の一部です。私たちの体によって神の栄光を表しましょう。神の栄光を表しましょう。そして、私たちは、純潔を保ち、純潔を保ち、汚すことはやめましょう。自分の体を神の栄光を表すことによって、汚すことをやめましょう。世の中に不信仰が多いのは、信仰がないために、サタンに騙されて、汚れてしまっているんですね。信仰だけで生きて、私の罪を許してください。アメン。はい。そういうわけで、正しい生き方、ね、不信仰がいかに、良くないか。そして不信仰が結果で、お互いに心を傷つけてしまったり、そして、中絶をしてしまったり、性病が移ったりします。本来はですね、男女関係というのは、一心同体なので、離れてはいけないわけですね。しかし、結婚という形で初めて生涯ですね、夫婦だけで一心同体を保てるんですが、結婚してないと別れることが多いじゃないですか。で、別れるときにお互いに傷つくわけですね。ですから不信仰というのは本当にですね、神の秩序をこの壊してしまう、神の秩序を壊して結局男女とも傷つくんですね。男女とも傷ついて本当に、この大事なものを失っていくわけですね。本当に大事なものを失っていく。ですからこういうことを学校でも教えてくれないし、ね、家でも教えてくれない。世の中ではですね、そう、世の中は真理を知らないんです。真理を知らないから学校でも家庭でもですね、純潔を教えてくれないんです。ね、否認は教えるけれども、純潔は教えないんです。それはですね、世の中は知らないんです。世の中が真理を知らないんです。それを教えることができるのは教会だけなんです。教会だけが真理を教えてくれるのです。ですから皆さん、真理を知ってください。ね、神様が何を言ってるのか。どうすれば私たちが清く生きることができるのか。あ、明石タイムなくなっちゃいましたね。はい、じゃあ皆さん、不信仰が良くない。イエス様によって、その欲望から救われた、欲望から解放された証スタート、欲望から解放された証スタート。この放送で真理を学んでいます。燃えてる教会だけね。イエス様によって不信仰から解放され、人生の本当の目的を見つけました。不信仰をやめたら精神病が治った。アメン。マネーの欲望はもうすぐ解放するでしょう。感激しました。教会で真理を学びました。不倫は良くないですね。
生きる意味は不貧困ではなくイエス様です。不貧困をやめたら統合失調症が治った。信仰心が強くなりました。不貧困を悔い改めます。豆子さん、72番をする気が失せた。不貧困をやめようと思いました。今日の放送を見てデリを呼ぶのをやめました。アーメン。エロいサイトを見るのをやめました。アーメン。 DT も恥ずかしくなくなりました。不貧困を教えてくれたのはこの放送だけです。恋愛は偶像ですよね。そうです、恋愛は偶像です。最初に女性の心を見るようになりました。アメン。相談したいことがある。スカイプください。不貧困をやめたら明るくなりました。女性をいやらしい目で見なくなりました。アメン。偶像崇拝やめれました。イエス様の力は抜群です。やはり欲から解放されました。不貧困をやめたらポジティブになりました。聖書を読んで欲望は悪魔だと分かりました。外見より内面の輝きを求めます。これからは女性の心だけ見つめます。女性に優しくなろうと思いました。恋するのをやめました。信仰結婚を求めます。キューチャー放送のおかげで毎日パラダイスです。キューチャーの楽しい時間を感謝します。恋愛は悪だと分かりました。信仰こそ人生であり幸せの道ではないでしょうか。アメン。キューチャー放送を見て荒らすのをやめました。私はダメものです。イエス様の力が私を生き返らせ解放してくれました。油注ぎが人を変えます。 BL 本はもうかなり前に悔い改めて全て捨てました。キューちゃん放送で楽しい気持ちになりました。キューちゃんのように正しく生きたいです。アメン。主の皆を呼び求める者は皆救われる。イエス様に会って正直に生きようと決心しました。アメン。過去の不貧困を悔い改めます。吉原さん、イエス様を賛美することができ幸せです。弱さはイエス様に会って強さになります。はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、もう時間来ちゃいましたね。じゃあ、招きをします。私たちの体は、イエス様が十字架で買い取ってくださいました。私たちの体で神様の栄光を表しましょう。私たちの体はイエス様の体の一部となったのです。欲望から解放されたい、情欲から解放されたい、性欲から解放されたい人、欲望の奴隷ではなくて、イエス様によって自由になりたい人、欲望から自由になりたい人、罪から自由になりたい人、その本当にもっと欲望よりもっと素晴らしい信仰による喜び、信仰による、素晴らしさをとして生きたい人、アーメンと言ってください。アーメン、アーメン。性欲から解放されたい人、アーメン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 。アメン。天の父様、本当に今の世の中はもう欲望によって人間がサタンに支配され、そして多くの人がしてはいけないことをしています。世の中が汚れてるから、それに同調しています。それが普通だと思っています。それが当たり前だと思っています。人間だから仕方がないと思っています。しかし神様は本来人間をそのように作ったわけではありません。人間が堕落してサタンに、支配されて、罪の中に生きてそうなってしまったのであって、本来は人間は清いもの、男女関係も本来は清いものとして神が作られました。しかし人間はその正しい方から遠く離れて罪の中に生きていますけど、イエス様がこの地上に来て、イエス様がそのもう一度正しいあり方、清いあり方をに戻る、その道を開いてくれました。それが十字架です。それが十字架です。十字架によって私たちはもう一度サタンから私たちの体を、あがなわれ、私たちをキリストのものにしてくださったのが十字架です。誰でも、イエス・キリストを信じることによって、キリストのものになります。そして、解放してくれます。欲望から、性欲から、お金から解放してくれます。どうぞ今、アーメンと言った方々、イエス・キリストを信じて、解放されますように。欲望から解放されますように。性欲から解放されますように。お金から解放されますように。罪から解放されますように。イエス様、どうぞ彼らを助けてください。彼らを助けてください。彼らをあがなってください。あがなってください。あなたが十字架で流された血潮によって、十字架で流された血潮によって、彼らをあがなってください。彼らが清められますように、清められますように、あなたのものになりますように、神の神殿となりますように、清く生きることができますように、守ってください。この世は汚れています。この世は汚れています。しかし、彼らを守ってください。彼らを守ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さん、これは本当に大事なことです。ね。多くの人はこれからますます、汚れていきます。ますます、欲望の虜になっていきます。サタンは欲望を使って誘惑します。そして怪我して束縛していきます。皆さん戦いましょう。ありがとうございました。シャローン、シャローン。おやすみなさい、おやすみなさい。シャローン。アメン、アメン。